たひかりで角を編むのしかたまにできるか。私の眠ってる間、そこの世界がどのように変わったか、この貧弱な発明を見て想像できるな。神綱嵐一流のスポーツ選手にはスイッチングウィンバックと呼ばれる精神回復法がある。絶対的なピンチに追い込まれた時、ショックや失敗、恐怖をスイッチをひねるように心の隅に追いやって、闘志だけを引き出す方法である。ショックが強いほど特別な儀式が必要となるが、ワムーのスイッチはなんだ。あいつは何をしてるんだ。ワムー様が自らの目を示しまった。なまじ目が見えたか。視力に頼っていたから、やつ今日疲れた。これからはこの角で明かりなくして風だけで物を見よう。やあ